高津佐冬平は、鎌倉時代後期の苦行、歌人。関白、高津佐はじめ中の子。おじ、高津佐県中の養子。官位は、十一位、摂政、関白、大城大臣。高津佐屋四代当主。あと、寺師年院関白とゴース。公安7年2月、除釈される。宇宙省を経て、翌公安8年3月、十三日に除せられる。 伏見朝の昭和元年11月、県中納言となる。東宮県大部を兼ね、五伏見町の昭和元年4月、内大臣となり、昭和3年の正月、11位に上る。五二条天皇の権限元年11月、右大臣に昇進。12月、左大臣に昇進。花園朝の延長元年11月、摂政、市長者。延長3年12月、 最高職の大城大臣に昇進する。延長4年3月、関白となり、その後昭和4年9月22日、成中元年12月27日の三回関白の地位についた。火略2年正月19日、隠れ後、去年53、文法100種、加減100種、不見民30種などに定例。辞定でも、歌会を行った。富屋、聖夜賞に、 五風体格別なりと高い評価が見える。新五千州書出。直線日州は、計八十一首に上る。日記、五少年院関白記、有識書、高少年院伝承続書などの著作がある。昭和四年、西音寺実ノ県から、美和秘局である卓木の伝授を受けている。昭和元年、高品高金筆、憲本着色春日明神洋法図の幅中別紙に、 気を施した。延長元年11月10日延長4年3月15日に、摂政を務めた後、同年同日昭は2年7月12日、昭は4年9月22日、昭は5年8月23日、正中元年12月27日火略2年1月19日の3回に、渡って、関白を歴任した。ありがとうございます。